本の兄弟たちよ、また会いたじゃ。俺は新選組に入隊する。もうこれ以上おやさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。ミブロの野良犬はカモも食い殺すってな。てめえ、なんなら己も味わってみるか。無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。それじゃ斎藤はじめ君、いい声で泣くな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。次の日だけはよそでやるんだな。この日本って国が自滅するまでの時間だよ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。待て、俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらい。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。その話はどこまでしらけるつもりや、お前。シャーカン、お前がもう一人の坂本龍馬なのか。答えろ。